無限に広がる大宇宙、静寂と光に満ちた世界。我々の住む太陽系は天の川銀河の中心部から約3万光年の彼方にあるという。我々を生み育てた母なる星、天の川銀河の中心部には太陽の200万個分の質量を有する時空の穴、巨大ブラックホールが存在する。ブラックホール、光すらも漏らさぬ暗黒の穴。その最深部には密度、重力が無限大の特異点、21世紀初め、ホーキング博士はこの天体が蒸発するときに発する輻射にブラックホールが吸い込んだ物質の情報が含まれている可能性を示唆したという。そして23世紀の我々人類もまだブラックホールの正体が人知をはるかに超えた存在であり、時空の真の支配者であることを知らなかった。それがある種の意志を持つ生命体であることに気づいた者はどこにもいなかったのである。それは若いライオンがサバンナに立つ人間に好奇心を抱いたとでも見えるかのような動きで、急にそれまでとはまるで違う足取りを取った。そしてその先には地球があった。宇宙戦艦ヤマト、海遊惑星アクエリアスの海に沈んで17年、時に西暦2220年、地球人類は未曽有の危機に直面していた。その巨大な重力によって光をも飲み込む暗黒の天体、ブラックホール。今そのブラックホールは遥かな宇宙から刻々地球に迫っていた。12時方向に重力心、距離約25宇宙キロ。
なんだあれは。見たこともない機影だが、艦隊の数は。現時点で把握できるのは約900。900だと。2時方向9時48分にも正体不明の艦隊出現。包囲されてる。これは待ち伏せです。艦長、全艦に次ぐ正体不明の艦隊は敵と認識せよ。艦長、撃て撃って撃って撃ちまくれ。いや、ふざけやがって。くらえ。より脱出ワープ。古代艦長、貨物船ユキ。はい、ご苦労さん。船長、例によって3ヶ月遅れですが。ありがとう。また奥さんからですね。羨ましいな。あなた、海はいかが。宇宙は海、貨物船が俺の船だ。それがいつもあなたの口癖。無事にお帰りになる日を、みゆきと二人で待っています。難破船発見。難破船の位置は？4時の方角、150宇宙キロの地点です。これより生存者の救出に向かう。エンジン、出力全開。こんなオンボロエンジンで全開だなんて、無理です。ごちゃごちゃ言わんとやれ。何年この船に乗ってるんだ。はい、出力でかい。生きている者がいないから探せ。生存者、隔壁は破られていないな。手を貸してやれ。貴様、貴様らただじゃお金。待て、仲間だ。仲間。おい、地球の移民船か。そうです。我々護衛艦隊はアマールへ3億人の人々を送り届ける途中でした。3億人だと。相手は奴か。そうです。いや、オーケー。よし、動力系は使えそうだ。桜井、
敵の位置を測れ。はい。待て、撃つのはまだだ。来たぞ、何かに捕まれ。君、名前は？地球防衛軍一等空佐上条亮、戦闘隊長。上条、手砲発射用意。手砲発射用意。距離3000。戦車ぶつかります。この耐えるな、桜井。よくやった。いい腕だ。さすが古代艦長、お見事です。古代艦長、あの伝説の大和艦長の。大至急地球へ戻る。メデ、メデ、なんだあいつら、なぜ攻撃する。来た、助けてくれ。これはいつの映像だ。中継ブースターをいくつも通ってきますので、3日前の通信です。なぜこんな攻撃を。これでは虐殺ではないか。敵の正体は。わかりません長官。事態が解明できるまで第三次移民船団の出発準備は見合わせるべきではありませんか。むざむざ殺されると分かっていて輸送船を出すことはできません。計画通り進めてくれ。しかし古代はまだ戻らんか。古代さん、今この地球の危機を救えるのはあいつしかいない。我々に残された時間はないのだ。長官、太陽系交通管理局からです。 B スクリーンです。うん。こちら太陽系交通管理局。太陽系圏内に宇宙貨物船ユキがワープアウト。古代帰ってきたのか。失礼します。艦長、ワープの準備ができました。分かった、すぐ戻る。3年ぶりですね。お嬢さん、大きくなっているでしょうね。そうだな。最後のワープに入ります。いよいよ地球です。